最初のターゲットのルートを表示しておいたからね。パリからの帰り道、俺は次のターゲット、カエルの雷霊について研究した。若かりし日の雷霊は気が短く、裕福な暮らしに飽き飽きしていた。気まぐれで海賊をやってみたら、どうも性に合っていたらしい。雷霊はすぐに犯罪の世界にはまり、ディアボリック5の一味にメカニックとして迎え入れられると、邪悪な才能を発揮した。奴の最後の目撃情報は、危険な場所として有名なウェルストライアングルに位置する寂れた島、アイル・オウラースだ。妨げになりそうなものを見つけちゃったよ。あの嫌な感じのゲート、あれが雷霊のアジトに通じる唯一のルートを阻んでる。問題ない、登るのは得意だよ。まあいいけど、パイプとかロープとか決まったものの上にしか着地できないってこと忘れないで。わかった。はしごも大丈夫か？もちろんだ。でもね、スライ、近づかないとダメだから。それで丸ボタンで掴む。わかってるよ、落ち着け、俺に任せとけよ。そういうとこが心配なんだ。待って、スライ、サーチライトが見えるかい？しつこいようだけど、うっかりミスが命取りになるんだからね。ああ、はいはい、行くぞ。僕は心配して言っているんだよ、相棒。君にとってラッキーなことに、雷霊の要塞にシグナルリピーターを発射しておいた。それに触ればゲームの進行をセーブできるんだ。いいね。面白くなってきたね。君が見つけたメッセージボトルはきっと何かのヒントだよ。ちょっとバンで解読してみるから、その間にもっとボトルがないか探してみてくれる？ヒントが多ければそれだけ解読しやすくなるから。僕のカエル探知システムによると、あの大きな飛行艇が雷霊のアジトらしい。あれは飛行艇というより何かの機械みたいだ。その通りだ。あれはストームジェネレーターだよ。きっとあれのせいでずっと雨が降り止まないんだ。だから船がこんなに。でもなんだって雷霊は自分のアジトに嵐を発生させたいんだろう。さあな。でも関係ない、俺は秘伝書を取り返す。どんなに邪魔されてもだろ。では順調に来たね。次のゲートを突破するにはセプターでフックを掴むんだ。ジャンプして丸ボタンを押せばいい。了解。ジャンプして丸ボタンを押すんだな。ボトルを全部見つけることができたら、僕が解読してそいつを開けられると思う。